ってらっしゃい、エレン。一つだけ頼みがある。どうか。今は思ってねえよ。で、夜は冷える。あの一番小さい子ですよ。マントは持っていかれちまった。それが俺の夢だ。巨人が、あ、調査兵団に入ります。エレンは気が向くとシガーシナクでの暮らしぶりやアルミンのことを話してくれた。願いします、エレンに会わせてください。